増田岡田岡田圭介、スノーマン目黒蓮の好きなテレビ番組暴露で謝罪、言うたらあかん。お笑いコンビ増田岡田の岡田圭介が12日、ラジオ番組、増田岡田岡田圭介とアンタッチャブル柴田秀嗣のお菓子は、文化放送、毎週土曜11時に出演。スノーマンの目黒蓮に謝罪する一幕があった。目黒蓮、好きなテレビ番組とは？放送冒頭、岡田は、ちょっとだけ手前味噌な話させてくれる、と切り出すと、自身が MC を務める、クイズ。ノーベル賞、BS 富士、毎週月曜22時に触れ、マイナーな番組であることを説明。その後、スノーマンと収録で共演したことを報告し、スタジオから楽屋に行こうとしたら目黒くんが来て、えらい背高いなあの子やっぱり、男前だしな。って思ったら、目黒が、岡田さん、ノーベル賞、一番好きなんです、って、と目黒からまさかの告白があったことを明かした、俺、びっくりしたわ。めめが、と目黒の愛称を交え、当時の衝撃を振り返った。